山ちゃん参戦、少年院からお帰りなさい、入ってません。仮に本当に犯罪を犯して入ったとしても、もう少年院に入る年齢ではございません。エラーヒューマンさん1600円、矢のっち見てたら腹減ってきた、松屋とパチンコ行ってきます、この時間から行ったら負けるよ。くじはもうさすがにきびいって。エラーヒューマンさん1600円、大丈夫、俺カリスマだから僕はそうは思いません。あなたから全くカリスマの匂いはしません。さりげなく重い方の買い物袋を持ち車道側を歩くふみちゃんさん1000円で名前やめてください。どこでアピってるんだよっていう話ですから。さりげなく重い方の買い物袋を持ち車道側を歩くふみちゃんさん1000円、俺の中指は立てることで争いを起こすが、かき回すことで愛を語ることができる、だからどこでモテようとしてるんですか。ここでイケメンキャラ一番いらないから。きついきつい。ネギさん1600円でテスト、今日もありがとうねネギちゃん。板垣ネギマのツイッターみんなチェックしてくれよな。今日も飲んでのネギちゃん。エラーヒューマンさん1600円、矢野はイケメン嫌い、メモメモ、カリスマにはきつく当たる、メモらなくて大丈夫です。別にイケメン嫌いではないですよ。この配信上でイケメンやるやつが嫌いなだけで。呪詛師鳩たたりさん1000円、今日の朝はこのプロフィール写真の犬を連れて散歩してきましたってことで、間違ってもなくても調べてください、もしかして動産の男爵芋ですか。こんな方だとどれに似てます。結構候補多いんでね。呪詛師鳩たたりさん1000円、じゃがいもだけに矢野さん芋野郎ですか、すいませんちょっと意味が分かりません。そうはならないと思うんですけども。まあ芋野郎ではあるけどもな。長谷川裕太さん1600円、これは内緒な話だけど札幌の白石区だけを守るご当地ヒーローでしたよね、ホワイトストーンズでもないって。誰もわからないから、北海道限定でやってるドラバラ鈴井の巣っていう番組の中の企画のホワイトストーンズ、誰もわからないから。札幌の白石区、誰もわからない。どうぞ。うわ懐かしい。録画して見てましたね。和樹瀬戸王さん1000円、間違えてすみません、豚ジンギスカン北海道から全国への人ですか、間違ってることが分かるんだったら書かないでくださいね。どうぞ。違います。こんな美味しそうに食べれないね。呪詛師鳩たたりさん1000円、次の俺のコメントのツッコミはちょっと豚にしないでいただけるとありがたいですねって言ってください、君のコメントでいいんだね、分かった。それもお金払って言ってますからね。どういうことなんだ。呪詛師鳩たたりさん1000円、帯広名物の矢野丼美味しかったな、ちょっと豚にしないでいただけるとありがたいですね、これでいいの。もうこれをもらうために2000円払ってますからね。どんだけ金持ちなんだというね。そんなにちょっと豚にしないでいただけるとありがたいですね、欲しいですか僕の。呪詛師鳩たたりさん1000円、間違ってたらすいません、木原誠二さんですか、絶対似てる。どうぞ。ちょっと似てますね。ごめん、天気予報の木原さんの方かと思っちゃった。これ若干捉えてるね。これ今までたたりが出した中でベスト級に似てるよこれ。これは似てますね。
呪詛師鳩たたりさん1000円、髪あるけど似てるってたたりの似てるの基準が意味不でどんだっけ、あどっちも一向風に言っちゃった意味不もちょっと一向風に言っちゃったごめんごめん、どんだけが欲しかったのにな、よかったな、でもお得だったな、2つ楽しめたもんな、どうたたりね、意味風のバージョンも楽しめたからよかったでしょ。呪詛師鳩たたりさん1000円、おといこふ、これ読めるかな、道産のじゃがいもくん、読めませんあのごめんなさい、北海道の地名で試してくるのやめてください基本読めませんしかももう当て時間がすごいんだよね、北海道の地名ってね、くっちゃんとかね、ネギさん1600円でなんで喋らなくなっちゃったなんか嫌なことあったかなあのネギちゃんはね割と不安定な子だからね、こっちが支えてあげないと何か悩みがあるんだったらいつでも言っておじさん待ってる皆さんぜひ板垣ねぎまさんのツイッターチェックしてみてください呪詛師鳩たたりさん1000円、さすがにこれはわかるよね、おしゃまんべ、これさっきも読めなかったな、次ほろかないねまんべつ、このなんか白なんちゃらだけ読めない白樺じゃない、これ白、読めないねまんべつとおしゃまんべは絶対合ってるネギさん1600円、北海道って本州よりでかいかも、急に北海道に興味持ったねうん、一回無言だったのは何だったの北海道トークに話に花咲かせちゃうネギちゃんどう北海道は本州よりでかいよすんごいでかいから呪詛師鳩たたりさん1000円、今北別府産業かっこ株倒産してください倒産していただいて大丈夫です、その会社は上場できませんエラーヒューマンさん1600円、よ顔面北海道、あの地味なディスやめてください普通にでかいと書いてくださいでかいことを北海道で表現しないでくださいね呪詛師鳩たたりさん1000円、よ顔面じゃがたまにきさん、もうそれはなんか悪口に聞こえない もはやなんかよくわからないもうじゃがたまとか聞いたことないのだって何じゃがたま、美味しそうじゃん、ちょっとネギさん1600円、北海道だけどうなの、欲張りだよね、俺もちょうどそれ思ってた欲張る道だからね、だってねようつけるよね自分に道とかようつけるよね僕あのネギちゃんには甘いですから神戸山口組副組長さん1600円、ヤクザ専門 YouTuber に紹介されてたよ、あのまずその人に紹介したの君だろう君が紹介しない限り知るわけないんだよ俺のことなんで見っかっちゃうんだよそんな人に君が言ったからだろうシャーシン刺さってて草、これ地毛ですね、はい顔出ししてください、ギャン出ししてますね、北の偉い人ですか、あの日本の偉くないフリーターですね。